ベトナム戦争は1955年11月1日から1975年4月30日までの約20年間に及ぶ衝突です。この戦争は南ベトナム、アメリカとその他の反共産主義国が支援と、北ベトナム、ソビエト連邦、中国などの共産主義国が支援の間で戦われましたが、ラオスとカンボジアにも影響を及ぼし、冷戦時代の資本主義と社会主義の代理戦争とみなされています。1954年5月7日にフランスの支配を終わらせたディエンビエンフーの戦い後、ジュネーブ協定によりベトナムは北緯17度線で北ベトナム、ベトナム民主共和国と南ベトナム、ベトナム共和国に分割されました。ベトナムの南北両国は以前から対立しており、南ベトナム国内では北ベトナムに支援された反政府組織である南ベトナム解放民族戦線が活動して、南ベトナム国内で争いが起こっていました。南ベトナムの同盟国であるアメリカは軍事顧問を送り込むなど南ベトナムを援助していました。北ベトナムに味方したのは社会主義国で、軍事顧問を派遣したソビエト連邦や中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国などです。1964年、トンキン湾事件が起こります。これは、北ベトナムのトンキン湾で、北ベトナム軍がアメリカ海軍の駆逐艦に2発の魚雷を発射したとされる事件です。トンキン湾事件の後、アメリカはベトナムへの軍事介入を大幅に拡大。アメリカ議会はトンキン湾決議を通過させ、これによりジョンソン大統領は必要な全ての手段を講じる権限を与えられました。アメリカの軍事介入は急速に拡大し、地上部隊の派遣、空爆、そして数多くの軍事作戦が行われました。アメリカ軍と南ベトナム軍は圧倒的な火力を駆使して、地上部隊、砲兵隊、空爆による作戦を展開し、北ベトナムやラオスに対しても大規模な爆撃を行いました。北ベトナムはソ連と中国の支援を受けて応戦します。1968年、テト攻勢は戦争の転換点となりました。北ベトナムとベトコンによる大規模な攻撃はアメリカ国内での戦争支持の低下を引き起こします。この年のアメリカ軍、ベトナム共和国軍の作戦でベトコンが5万人以上の兵士を失うなど、戦争は泥沼化します。1969年、北ベトナムは南ベトナムに対し暫定革命政府を宣言。ベトコンに国際的な地位を与えようとします。北ベトナム軍はさらに戦争を続けると、戦争は国境を越えて、ラオスやカンボジアも爆撃を受けました。カンボジアでは内戦が発生、激化して、アメリカ軍、ベトナム共和国軍から攻撃、カンボジア作戦を受けます。こうした中、リチャード・ニクソン大統領の下でベトナミゼーション政策が開始され、アメリカ軍は徐々に撤退していきます。戦争の責任は南ベトナム軍に移され、アメリカ軍は国内の反戦運動などにより士気が低下。ついにアメリカ軍の地上部隊は1972年までにほぼ撤退しました。そして1973年、パリ和平協定が締結され、アメリカ軍の撤退が正式に決定されました。戦闘は1975年4月30日のサイゴン陥落まで続き、北ベトナムによる南ベトナムの完全な制圧が確定、ベトナムは再統一されました。ベトナム戦争は数百万人のベトナム人と数万人のアメリカ人を含む多くの人々の死をもたらし、深い社会的政治的影響を残しました。戦争はまたアメリカの外交政策に大きな影響を与え、アメリカの軍事活動に嫌悪感を抱くベトナムシンドローム現象が発生し、1970年代のアメリカの信頼に危機を与える結果となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。